日本も見習え。大紀元2022年8月5日。お米の国って書くところの政治。米国。中野国友産党による、友産は共産。土地購入を阻止する動き相次ぐ。米。議員。お米の国って書くところの議員さん。法案提出。土地を外国人に簡単に買わせるっていうのがおかしいのよ。記事によりますと、米上院議員らは、お米の国って書くところの上院議員らは2日、国家安全保障上のリスクを理由に、中野国友産党とつながりのある企業、個人が、お米の国って書くところの土地を購入することを禁止する法案を提出した。規制してなかったんかいって感じやねんけど、中野国企業が、ノースダコタ州にある米空軍基地近くの農地を購入したことをめぐり、お米の国では土地購入を阻止する動きが活発化している。法案は、トムさんとトミーさんっていう議員が、提出した他の法律の規定に関わらず、中野国友産党員や友産党と関連する企業個人によるお米の国って書くところの公共または民間不動産の購入を禁じる。現在お米の国って書くところは約14の州で外国人の土地所有について制限を設けているものの、政府は外国人によるお米の国の農地所有を規制していないやで。片手落ちやん。議員のトムさんは、法案提出にあたり、お米の国農地に対する中野国の投資は、お米の国って書くところのサプライチェーンに思わぬ影響をもたらし、食料安全保障危機にさらすだけでなく、軍事基地や重要なインフラにアクセスする機会を中野国スパイに与えると述べた。議員のトミーさんは中野国友産党を最大の敵と叫び、土地購入により国家安全保障を損なうことを許してはならないと声明を発表した。記事はまだ続いてるんですけど、中野国の友産党および世界各国の友産党、日本友産党、私たち人類の敵ですよ。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実をごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。資本主義、社会主義、共産主義。この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、揉めさせるために作りましたよね、って感じで。資本だけが自由に楽しく生きられて、社会共産は必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。指令によって動かされるようになってしまうので、指令によって動いてる奴らとは関わらなければいいんですよ。私が戦時中までに出版された先人の書を紐解こうと思ったのは、社会統計の実にお偉い、肩書き立派な、素晴らしい先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれまして、全くリスペクトできへんし、社会党って一体何なん?って、疑問がふつふつと。その時の責任者の方、社会統計学者を信奉しているもんや思ってたら、定年後、友産党員として生きる宣言をしたって聞きました。その時は先人の書をもう紐解いてたんですけど、友さんが、コミンテルンって言われる国際共産党、第三インターナショナルで世界各国の友さんが同じ組織、日本共産党がコミンテルンってコミンテルンのことを動画では言ってるんですけど、連呼を避けるために、コミンテルン日本支部として誕生したのが日本共産党で、中国共産党や、キュウリみたいな名前のところの友さん党や、カボチャみたいな名前の国あるやん。カンボなんとか。あそこの友さん党とか、ベトットナムやったっけ?そこの友産党とかと同じ組織なんですね。世界各国の友産党はコミテル何々支部として誕生した非常に厄介な国壊しを目的としている政党。ちなみにコミテルはもう消滅したことにはなってるんですよ。しかしですね、コミテルには指導団体っていうのがございまして、その指導団体はまだあります。結構有名なところ、自由なおそうめん屋さんって呼んでるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン、都市の伝説、インの某のローンとかやってるチャンネルではとても神秘的な謎めいたところと紹介されていますが、結構やばいところなんですね。一部の人だけが悪いことしてね、みたいなこと言ってる人もいるけど、いや。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国が、お米の国って書くところ。今現在、全然じいさんがやってるところ、アメリカなんですけど、コミッテルは、社会党の大元である、社会の窓主義インターナショナルと同じ組織だったんです。第二インターナショナル時代は。恐ろしい、ああ、で、核の命が起こりましたよね。あれが成功して、レニンのおっさんが、レニンはほんまはでーって伸ばす人。マルクソ、レニン主義いうのがあって。そのレニンのおっさんが、コミテル国際共産党、第三インターナショナルとして独立させたんですね。で、そこに行かなかった連中が、社会の窓主義インターナショナルに行ったんです。社会の窓主義インターナショナルの副議長を務めてるのが日本にいて、社民の水本、福島の水穂さんなんですけど、社会の窓主義インターナショナルの連中ってスカタンし倒したんかな?お米の国って書くところの、ミンスは、全然じいさんがトップを務めているミンスは、進歩同盟という国際組織に加盟してるんですけど、この進歩同盟っていうのは、社会民主主義や社会主義、進歩主義を掲げる政党の国際政党組織、ドイツで結成、2013年に。で、既存の社会の窓主義インターナショナルに代わる、
組織として創設され、参加党の多くが社会の窓主義インターナショナルに参加しているか以前参加していた党。名前を変えてやってるんですね。私いつも語っていることって先人の書がベースソースになっておりますが、陰の棒の論とかを語っているのではなくて、信じるも信じないもとか神秘的なお話してんのちゃうで。私が先人の書を紐解いて歴史の真実をごそごそして読んだところで、基礎ベース知識ないから辞書引き引き理解していったんですけど、なんやここに書いてあるやん、辞書レベルのお話をしてるんですよ。先人の書は左の翼のフィルターがかかっていないっていうことはないんですね。やゆうよの言うの陰の棒の論の話とか、つつみあらこうって書いて方向誌っていうおっさんの本から入ったんですけど、なんかこの人よく知ってるな、今こんなことになってるからみんなで知恵出し合ってなんとかせなあかんねん、でもなそこの人たちにもいい人がいんねんみたいなこと書いて、セーブストップさせようとしてんのよ。あーこのやり方って絶対こいつダブルスタンダードやわと思ったら、やっぱりそうで、つつみあらこう言うて方向誌って読むみたいねんけど、そいつは安江のりひろいうやつで、後にやゆうよの言うのゴールデンブックに載るようなおっさんやってんけど、どうも私左翼畑にいたんですね。騙してくるやつもいたり、結構人間不信、言われたことを鵜呑みにできへんかったりするんですよ。で、情報ソースを見てから確認してからしか怖くて何もできないところがあったので、調べ倒す癖がついてんねんけど、なんかやられたり詐欺られたりしたら必ず精神的片割にはしとかへんかったら気すまへん。何かやられたら仕返し報復は必須、タロットカードソードの9、夜も眠れない、あのカードのようにしてやろうって思って生きてきました。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっていることを肝に銘じるべきなんですね。で、この世の中にはあちらこちらに工作員なるものがいて、せっか工作員、せっかっていうのは思想を共産主義に変えていくこと、共産主義に変えることって結構簡単で、人々の心に不平不満をすり込んで暴れさせんねん。資本家は悪、俺たちは搾取されてんねんや。資本主義だけが自由に楽しく暮らせて、社会共産は必ず辛い思い痛い思いをさせられんねんから、資本主義守った方が得やし、社会共産に染めようとするやつは邪魔、迷惑。あちらこちらにいるせっか工作員は洗脳オルグ罹患工作やってます。オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にしていくこと。洗脳オルグされたくないやん、だから知らん顔無視しておけばいいんですよ。今現在の日本の野党はオール酸っぱい悪い連中で、我々日本国民にとって残念ながら自民しかないんですよ。今現在の野党は社会の窓主義インターナショナルとコミってる系やん。システム上自民しかないっていうことをみんな知るべきなんですけど、政治のことをちゃんと考えてるから新しくできた政党に期待するとかあかんで。でコミってる日本支部として誕生したあそこの C のおっさんは中の国に偉そうに文句言うたりしてるみたいやけど、同じ組織っていうこと忘れたらあかんで。インターネット SNS では日本人であるならば保守でないといけないみたいな洗脳が展開されてきましたが、日本の保守を言うて保守論客として活躍できる人たちって、お隣の国、K の国、反の国、担ともいうところの宗教メディアで活躍している人たちばっかり、今まさにいろいろ言われている統一の教の会の連中やから、私相入れない部分の方が多いやろなって関わらないようにしてきたんですけど、統一の教の会の教祖は反友さんとしてその立場を明確にして、 A さん、この間お亡くなりになった AB さん、アベッチのおじい様に近づきました。反友さんやったら誰でもよかった時代の物語でも、北の金ちゃんの国のイルソンと仲良いしたり、教祖裏切ったりしてたから、一時期統一の教の会を避けてたんですけど、民主政権になってしもって、民主政権の頃に、統一の関係者は民主に移って、民主から出馬してるんですね。室井の国彦をいうのが、統一教の会の関係者で、民主から出馬して、今現在、維新にいますので、そこのとこをみんな周知拡散すべきやと思うよ。インターネット SNS で日本人であるならば保守でないといけないってやってた連中が、多分統一とかお幸せ系なんちゃうかなって見ててんけど、まあそいつらが A さん、アベッチを利用して活用して自分らの意のままにしようとしてたんやと思うんですけど、世の中のシステム上、我々日本国民にとっては資本主義国日米同盟は何としてでも死守しないといけないんですね。そんな中、統一の教の会が持ち上げた A さんが最適やと私も思いまして、あいつらのことは嫌やけど黙っとこうって見ておきました。こういうのはしたたかに見守ることもやらすことも大切やと思うねんな。で、日本国民が目覚めてから、今までありがとう、もう大丈夫、さよならって切り捨てを行ったらいいと思うんです。まあ、とにかくですね、我々日本国民には残念ながら今のところ自民しかないっていうことを肝に銘じるべきです。社会の窓主義インターナショナルと進歩同盟はイコール、進歩同盟はお米の国って書くところの民主が入っている国際組織、それと
込みってる友さん系も、もともとは同じ組織やった。盛大なプロレスが行われているっていうことを肝に銘じて、したたかに振る舞いましょう。